船橋競馬11レース先行スプリント1000メートルです。能力偏差値ですが、b ランク3等 c ランク2頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数、グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開します。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列右端が今回のレースとなっています。 指数は、青色の折れれ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。7枠7番、キモンルビーです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、2層前、3層前。 5層前に黄色線を上回っています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。前馬比較のグラフへ切り替えます。この馬の大々色は一歩リードした存在であることがよく分かります。指数の青線の傾向を見ていきます。金層は指数の青線が右肩上がりで調子が上向いています。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 0 0 0ルとなります。 指数がピークとなっている1走前はピンク色の着順が1着で紫の丸が1000展開面を見ていきます先行力分析シートでレース展開予想を解説します一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプが4頭いますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻って この馬の客室を見ていきます一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは、一走前は二番手からの競馬です逃げ、先行が良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は76でトップです上がり指数は34で5位です楽に先行できる高い先行力を持っています展開面は、プラス評価をしていいです 馬体重を見ていきます。馬体重は黒色の折れ線、馬体重の黒線と指数の青線が反比例しています。明日も馬体が絞られていればプラス評価していいです。レース間隔を見ていきます。横軸一目盛りが2週間の1開催を表します。今回は休み明け初戦になります。鉄砲が効くか不明です。休み明けはリスクです。レース間隔はマイナス評価していいです。 次の馬を解説していきます暫定丸を打っています4枠4番、分ロートです能力偏差値は2位で、偏差値ランクは B ランクとなります金5層では、前層に黄色線を上回っています能力的には、2番手グループの一角で、連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっている前層は1200 7月は1200 5層前の線では高指数をマークしており、線は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は花を切っての競馬です。7月は2番手からの競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は70で2位です。上がり指数は32で7位です。まずまずの先行力で、先行できそうです。展開面は、 若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。3枠3番、スイングビートです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、5層前に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている1層前は、 紫の丸が12005層前は紫の丸が1 4 0 0線は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっている1層前は7番手からの競馬です5層前は3番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は56で3位です上がり指数は36で3位です まずまずの先行力で前目につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。馬場状態を見ていきます。馬場状態はグレーの丸で表されます。両馬場では指数を落としています。明日も両馬場ならマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。6枠6番、白アイブラックです。能力偏差値は4位で。 偏差値ラランンククは C ランクとなります。金5層では4層前に黄色線を上回っています。能力的には上位馬には一歩劣りますが連帯四角は十分です。指数の青線の傾向を見ていきます。金層は指数の青線が左肩下がりで調子は下降局面にあります。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている4層前は紫の丸が900、10月は900。 線は敵距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている。4。走前は2番手からの競馬です。10月は4番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は40で4位です。上がり指数は32で6位です。平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。 上的性を見ていきます。指数の上の漢字が開催場を表します。ここが数字だと当地船橋での出走です。船橋では他の開催場と比べて指数を落としています。上的性はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。5枠5番、エラスムスです。能力偏差値は5位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、 黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には劣ります。3着候補までで良いと思います。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっている3走前は、紫の丸が1200、11月は1400、1000は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっている3走前は8番手からの競馬です。11月は7番手からの競馬です。 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は35で6位です。上がり指数は39で2位です。上がり指数は評価できません。差せないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。以上の適正分析を考慮しました。最終の予想印です。本命二0丸を打ったのは、4番、分ロートです。 能力偏差値は2位の B ランクです。距離と展開を高評価しました。対抗丸を打ったのは7番キモンルビーです。能力偏差値はトップの B ランクです。レース感覚と枠順にリスクはありますが、展開と調子を高評価しました。馬券ですが、二重丸を打った4番分ロートを軸に、相手は丸を打った7番キモンルビーと、 黒三角を打った、3番スイングビート3着はその他印から選んでください。